で、そこでまあ、ある程度その資産がちょっとずつ増えてきて、で、プラスコロナ禍で、S&P500 ってご存知ですか？知らない、知ってるわけないじゃない、俺。アメリカの主要株。まさか滝上とズームで配信して勉強になると思ってなかったから。正直お笑い以外は教えれますんで。お笑い以外。もっとお笑いに自信持ってたやん、昔は。いやいや、なことないです。いや、本当に思ったんですよ。何を？この世界やってるじゃないですか。どの投資よりお笑いが一番ハイリスキーだなと思って。いや、そうやと思うわ、ほんま。はい。投資という本当かに、な。そんな不動産とかやめといた方がいいよ、太陽光なんてとか、芸人に言われるじゃないですか。いや、一番芸人がハイリスキーだわと思って。そうやんな。結局な。パーセンテージにすると、芸人が売れる確率って多分、1%ぐらいだと思うんですよ。1%もないやろ。ないとかでなすいよない。ね。養成所とか入れたら。はい。0.01とか001とかでしょ。はい。そんなん投資で言ったらありえないんですよ。そうやな。はい。そうやな。不動産で失敗する確率って多分5%とか、そのぐらいだと思う。太陽光ももっと低いだろうし。失敗する確率が？はい。失敗する確率です。本当。もちろん勉強してとかですよ。のと比べると、もう全然お笑いのが怖いなと思って。だっってたいらうもうこ何とでもは、できるわ。まあ、お笑いで言うたら失敗する確率99%以上ってことやもんね。はい。それができたんだら、もう何にも怖いことないなと思って。どこで振り切ったんや、ほんま。何をお笑いを踏み台にしてるんだよ。いや、踏み台じゃん。お笑いをずっとやりたいからこそ、あ、それはそうやんな。わか安る。定したものが欲しいんですよ。昔はな。昔はさ、やっぱりその副業やってたりとかさ、なんかそういうのやってると汚れやとかさ、お前はお笑いにちゃんと、お笑いに向き合ってないとかとか言う人おったけど、今そうじゃないもんな。そうやって収入を確保してるからこそちゃんとお笑い続けれるっていうのあるもんね。で、これびっくりしたんですけど、最近、副業、ちょっとマジにやってたんですけども、太陽光とか、もちろん不動産とか、そしたら、逆にそれで仕事呼ばれるようになったっていう。うわー、すごい。はい。ちゃんと生きてるな。そうなんですよ。それで、バーターで注意がついてきて、またええ感じにバカな感じしてるもんね。そうなんですよ。この間それってどういう意味なの？みたいな。はい、これ本当になんか複雑だったのは、中衛は芸人側サイドに座ってて、俺なんか専門家サイドに座ってたんですよ。バラエティーで。何この並びと思って。複雑だったんですけど、でも中衛は俺のバーター出ててるしなと思って。いや、でもまあな、それは面白いもんね、見た目としてな。はい。ただまあ、そういう世の中なのかなと思いました。そういう、なんていうんですかね。もう、ただただお笑い芸人だっていうよりは、なんか何個か乗っかってる方が、まあ、なんていうんです。なんとか芸人って、まあ、わこかういうる。こそとれ言うことそあれですな、けど。iPhone に詳しいだとかさ、はい。もうあの税理士の資格持ってますとかいう人らが結構引っ張りだこやったりとかすんもんね。はい。そうそう。そういうロックに詳しいとか。ああ、そうな。はい。もそうですし、そういう意味では、まあ、僕そこを武器にするつもりなかったんですけど、まあ、結果的にそうなったのかなっていうふうもあって、まあ、いいのかなと。いいよね。でも、ほんで、またあれやねんな。長いこと芸人やってる人だって、説明とかうまいねんな。あ、そうですそう、ね。わ かりやすく喋ってくれんねんな。はい。うさんくさいぐらいね。そうやうね。まくなっちゃう。うさんくさいのよ。だから本当に思うんですけど、僕、多分、大家の中だったら、ツッコミ一番うまいかなと思うんですよね。日大家本の中中、の大家集めてな。はい。コウメ太夫よりツッコミはうまいかなと思って。はい。あるやボろケでいな。くとコウメ太夫とちょっとあれですけど、ツッコミだったら勝てるかなっていう。やっそういう意味でぱ、は、まあ、肩書きを、不動産の大家っていう方がハードルも下がるし、いいのかなって。そうやな。漫才やる大家っていうことやもんね。はい。そう。大家そうのか。中では多分、面白い漫才やる方だと思うんで。西野くんもな、絵本を描く漫才師って言ってるもんな。あ、そうですね。いや、本当それ、うまいなと思いますね。その肩書きの確か付け方に。っていうか。そうやってな、それで、そういうことを言って真剣に怒ってくる人も減ってきたしね。
そうですね。うん。本当そうですね。そうなの。俺も気象予報士の資格持ってんねんけど、全然仕事ないねんけど。俺多分気象予報士の中では、まあそこそこ漫才はできると思うねんけどな。確かに。はい、気象予報士の中ではよ。はい。難しいもんやな。多分。うん。ちょっと藤井さんの中でまだその気象予報士真剣にやってないからじゃ、うん、これでいじってもらえるやろってちょっとどっかで思ってるからじゃないですか。気象予報士も難しいんやで、言うても。いや、わかりますけど。4% やねんで。はい、これわかりますけど、僕も本当そう思うんですけど、うん、どっかで芸人いじられようと思うと誰もいじってくれませんよね、うん、そうやね。ガチでやらんと。こっちね、ほんでそこいじってほしくないっていうところをどんどんいじってくるからな。ね、でもそれってツッコミって、うん、俺らもそうだから分かりますよね。うん、うん、そうやな。そこいじってほしいんやろうなって思うとこいじったくないですもんね。いや、まあお宅の中衛もそうやけどさ、はい。大体裸足の芸人って靴履いてから調子出るよね。うん。モグライダーとかね。モグライダーのともしげもそうやし、あとエルシャラカーニの四郎も靴履いてからやもんな。はい。うん。確かに。だから今裸足の芸人がいつ靴履くかが見どころやな。うん、そうですね。やっぱその裸足とか絶対嘘やんと思いますもんね。お前靴履きたいやろって思います、ね。うん、冬とかな、冷たいし。やっぱそうか。いや、結構もうそっちの方も安定してんやな。いや、なんていうんですか、もう安定というか、うん、なんか、うん、そこら辺真剣にでもやってるんですよ。うんいじられようとも思ってないですし、やっぱ。うんうん。まあ、そりゃそうやろ。別に自分の収入としてやってるわけやもんね。はい、そうなんですよ。でも、それをやる、真剣にやればやるほど、いじられるようになるっていう、うん。で、真剣にやればやるほどネットニュースになるんでしょ？そうなんですよ。うん、ちょうどいいのかなと思って、俺もなんか、ここいじってほしいとかっていうので、やると、顔に出ちゃうタイプなんで、うん。うん、そのじゃっても、そうなんや。俺は真面目にやる。でも、周りがいじってくるで、ちょうどバランスはいいのかなと思って。じゃあ、あんまりいじられたくない元嫁の話もガンガンいじられてしまうな。すぐネットニュースで名前が出るから。はい、そこはでもいじってください。で、そこええの？ほんま？藤井さんとかいじってくれてはいいんですけど、僕は、うん。言える範囲でしか言えないっていうだけなんで。そらそうやな。はい。そらそうやな。だって、元奥さんがラーメン屋で揉めたからって滝上関係ないもんな。うん、中本ね。うん。これだけ言わせてください。何何？うん。中本を嫁に教えたのは僕です。何を言わしてほしかったよ。そういう意味ではちょっと責任は感じてるんですけど。どこに責任感じてんねん。そのたんびにさ、なんかその、取材の申し込みとかけえへんの？また奥さんこんなんありましたみたいな。ああ。別にけえへんねん。なんか、うん、マネージャー曰く、うんうんうん。からは結構オファー来てるみたいな。で、結構オファー来るんですけど、まあ、こっちからすると、まあ、いろいろ、やっぱ、離婚協議書の件で、うん、いろいろお互いのことは言えないっていうふうに決めてあるんで。そうやな。すごいよな。あんなに一挙手一投足がネットニュースになる人あんまり見えへんけどな。いや、俺もなん、で、毎回ね、彼女がネットニュースになると、僕の画像を使われたりとかして。うん、そうやんな。そうやんな。で、そのたんびに、僕、年齢非公開なんですけど、うん。流れ星の滝へかっこ43話とか出たりして、うん。で、そのたんびに非公開なんですけど言うもんな。そうなんですね。非公開にしてくださいって言うと非公開になるんですけど、うん、小林彩菜さん、かっこ29とは年齢14歳差ってすぐ出るんで。うん、いや、もう、あかんって、ね、年齢バレるみたいな。いや、そもそも同級生の中英が年齢明かしてんねんから。はい。XJAPAN 方式やろ、それ。はい、そうなんです。うん。年齢非公開の YOSHIKI と年齢明かしてる年とみたいなことでしょ。はい、そうです。うん、そこをちょっと狙ってたんや、ほんなら。そうなんです、YOSHIKIさん。面白いなと思って。そこに関して言うと、ちょっと、いじってほしかったみたいなとこありましたけどね。うん、ルート P がスパチャくれました、ありがとう。太陽光発電 0.000025 気分って書いてるな。スパチャ。どういうことなんですか？いや、それでも、まだまだもっと高いよ、太陽光発電は。はい。すごいよ。そうか。じゃあ、でも、なんか、ちょこちょこ見てたら、娘さんの画像は、使ってるもんね。使ってるとか一緒にこう、なんかご飯、お寿司食べに行きましたとか。そうですね。うん、娘は、うん、まあ、目線隠せば、うん、使っていいっていう、ことなんで、うん。要はそこはちょこちょこ合ってるわけでしょ？ご飯食べに行ったりとかで。まあそうですね。合
オンラインホストで儲かってんねんから、養育費多めに入れたったらええねん、ほんなら。いやいや、儲かってないわ。オンラインホスト絶対儲かってるでしょ、10分3500円。だから、その代わり仕事はもう全然ないですから。あ、まあコロナでな、減ってんのはそうやけど。はい、そうですよ。それより平子の話しましょうよ。そんなことそう、なんで自分から言うてくるの？この時間だし。あ、そう。いや、でも別に、要はネットニュースで騒がれてるような不仲じゃないんでしょ、別に。要は不仲でさ、最近ギスギスしてるとか、滝上が怒ってるとか。はい。不仲というか。うん。ちょっと俺、昨日買ったジャンプ読んどくわ、俺。ちょっと、現実逃避やめてください。多分日本で一番推理がうまい大家やわ。ありがとうございます。前半の投資の話聞いてたけど全部忘れたな。いや、本当はもう一個俺、桶田さんの話も聞きたかったな。いや、もうそれはもう、ね、もう、それ言うともう。いや、俺は、滝上知らんかもしれんけど、俺、今 YouTube このチャンネルで、辞めた芸人さんに話を聞くっていう企画をやってんの。見てますよ、僕。あ、マジで？はい。で、それはもう何年か前から俺こういうのやりたいなと思ってて、なんかどっかで連載させてくれへんかなと思ってて、なんでそういうこと思ったのかというと、俺はほら全然売れてないけど辞めないじゃん。でもその大体俺東京で知り合う芸人さんとかに聞いたらさ、みんながみんなさ、その桶田さんとか、フォークダンスで鳴子坂さんとかのことを、その天才だって言ってたのに、もう辞めちゃったわけじゃない。だから俺話聞きたかったの。なんで辞めたんですかみたいな。もうやんないんすかみたいなことを、俺はいつかどっかで聞きたいなと思ってたら、お亡くなりになったし、で、相方の渚さんももっと前に亡くなっちゃったからさ。で、どころ、心のどっかでずっとあって、なんで芸人さん辞めるんだろうっていうのがあって、今 YouTube で企画やってんのがあんねんけどさ。だから滝上住んでてんやろ、一緒に。はい。一瞬。うん。だからちょっと聞きたかってんけど。